では5人が集まったので、これまでのサナの振り返るコーナーします。イエーイ。私が言ったお題に対して、みんな書き書き、まあ一個ずつ発表、同じのだったら私も同じですみたいな感じで出せばまとまるかな。はい。どこに？今までのサナノンの活動で楽しかったことは何ですか？いや、選ぶの？一番？いつから？サナノンに入ってから。真面目な答え、真面目な答え求められる。真面目って何？不真面目もある。分かる。ごめん、出てきたのノブしかなくて。ノブしか出てこなくてさ。まあまあまあ、それをひっくるめて楽しかったこと。はい、じゃあ誰から発表していく？せーの、どう？ファンティストの夜中のハイテンションライン。確かに確かに。確かに集まってはいないけど、なんか文化祭テンションというか、夜中のハイテンションね。詰め詰めで、もう全員がおかしくなって、あやこさんのプーさん。そうね、あれは面白かった、ね。プーさんスタンプ連打。そう、ただ、ちょっとこう、ファンティストじゃないよね、もうね。私はすごいファンティストだったよ。いや、あの、ね、切り詰めた空気の中でふざけ始める、我々。いいね。あとね、あの、こんにちは、さしこのさなのんですのテンション感とかね。あ、前そうそうそう。いやー、同じ思い出ね。あれいないだろうね、これの人はきっとね。あれ何年前？懐かしい。去年？いや、去年の、去年なの？去年の1月とか2月だから。もうなんか2年、2、3年前ぐらいの感じがした。1.5 年前。1年半前。です。あー、オッケー。一緒いたら一緒出しちゃっていい？うん、ピピン。はい、じゃあ、ゆきちゃん。はい。私はもう、ノブだよ。あ、つい最近。本当に真面目なのは染色。本当に真面目なのは染色が楽しかった。あ、それ、それ、聞かせて聞かせて。あ、ノブじゃなくて。ノブはね、もうね。ノブじゃなくて。わかってるもんね。あ、そっか、ノブじゃなくて。いや、染色さ、まずあのさ、コップでさ、つなぐの企画でさ、コップでやった時あったし。はいはいはい。はい。相当前ね。そうそう。みんな子供たちをおんぶしながら。いや、もうそんな勢い。そんな勢い。ね。の時のやつがめっちゃ思い出に残ってて。染色といえばまずあれが浮かぶ。ああ、確かに。うん。最後あの、円にしてね。巻いて、円にして撮ってね。足でね、足でシート伸ばしてね。そう、そこまでひっくるめてだね。あそこまでひっくるめてなんかこう、ちゃんとこう、ま、ちゃんと繋ぐやった感もあったのかな。うん。ちゃんと企画ものっぽくさ、やったのが、ちょっと思い出に残ってます。素晴らしい。大名の。でもノブだね。でもやっぱりノブ。いや、あれさ、リアルタイムでいなかったから、あの、見た時の衝撃で。みんなが LINE でまずノブノブ言ってるけど、なんだろうなと思ってて、何がそんなにノブが面白いのって思って、ネタバレした後に見ても面白かったっていう。いや、面白いな。でも、3回ぐらいあの後見たけど、毎回あの曲が止まると大爆笑しちゃう。わかるわかる。だいぶ朝、毎朝ね、車の中で楽しみ。いや、わかるわかる。テンション低い時ね。です。あげる。辛い時見たら。持ってくれ。いいよ。社長。じゃあ忘年会、かないやー、毎年楽しい、ね、毎年楽しいよね、一日中みんなと入れるってね、すごい嬉しくて、そうそうそうしかも作業してるのに大爆笑みたいなね。作業してるかな。してるかもしれない。みんなまた開いて糸巻いてたしょ、なんか、今年はさ、あれね、また糸争奪戦の。じゃんけん強し。あやこじゃんけん強し。そう、強かったね。それも強かったね。そう。で、楽しかった。楽しいよね。だから今年も楽しいな。今年楽しいだね。なんか、それを楽しみに頑張ってると感ある。真面目だね、真面目。そうそうそう。また何社長になんか交わすの？宿題増えるだけだけど。そう。はい。なるほどね。下げよう。いや、いた方がいいと思うけど、なんだろう。センター、センター。なんだろうなって。なんだろうな。じゃあ、私が出してもいい？私は、ドン。やめて。じゃあ、あやこさん行きますか。私は、じゃん、エプロン撮影か。あー面白かった。あんな、溶けたやつね、溶けたやつね。
まさかね、エプロン買っただけで、あんな大爆笑になると思わん。しかもあんな短期間の撮影でね。そう、短時間でね。しかも、ね、公共の草むらで。公共の草むらで。言い方。言い方。ギャーギャー、ゲラゲラ笑ってる。笑って。並んで撮影して。が良かったかな。なんか全員ででしょ、うん、うん。あ、青春だったね。面白かったね。楽しかった。いや、いいわ。共通点あれだね。こう、ワイワイガヤガヤ。そうだね。うん、なんか、やっぱ、ね、5人揃ってが、うん、みんなね、うん。そうだね。そうだね、そう。面白い。これまでのサナドンの仕事活動で辛かったことは何ですか？いや、もう、いや、もうこれはね。せーの。どう宿題。宿題ファンティスト妄想を。宿題。これも妄想を。あと、あの、アレンジ妄想を。あの、締め切りに追われるのが。あ、出てきたね。はい。締め切り。ちょっと感じあるんだけど。うん、そう。ね。わかる。うん、あの、ね、追い込まれるとできないみたいな。私も追い込まれなきゃできない。追い込まれなきゃできないのに、その追い込みが遅すぎて、追い込んでなかった。そう。あの、一週間前とか、うわ、やべえと思ってやり出すと、ね、一週間じゃ終わんないじゃん、大体。うん、まあ、大抵、締め切りすぎますよね。ええ、すぎますね。あ、ちくり、10時話さしも結構きつくて。いや、きついですね。外遊のフリオムスでしょ。うん、だからここからなんですけど、いつも文句を言いながら家でもやってる。そんなキャラじゃなかったもんね、最初ね。最初ね。本当にね。あ、え、うん、ちょっと改めます。だんだんね、こう、字が出る。字が出てくる。馴染んできちゃってね。ダメな方の字が出てくる。もう仕事としてはもう最悪じゃん、もう締め切りを間に。そうだよね。私ギリちゃんと間に合ってるから。あれよ、ね、アイドルはだんだん慣れてくると垢抜けてくけど。ねえ。ねえ。いい意味で垢抜けてる。ああ、そうですか。そうですか。色でも落ち着いてきたね。抜けられない。抜けなかったよ。色抜けなかった。そうそう。あの、見た目だけ真面目にしようと思って。見た目だけ。まあ見た目大事ですからね。ですよね。ですです。取り下げます。あれおかしいな。はい、私ファンティストです。あ、ドン。私は逆に辛かったこと、うん、ナンバーワンファンティストだな。辛いよね。なんかあれ一週間ぐらいずっと徹夜してたような気がする。もうこの宿題にファンティストのあの、うん、大部分も入ってるわ。でもすごいよね。マリナの楽しかったところには。うんいや、そうだから、辛すぎるから、みんな、そうそうそう、振り切っちゃったよ、ね。そうそう。大抵、11時ぐらいから LINE 始まる。そうそうそう。なんか、業務が終わってからのファンティストだったそうそう。なんか、ビタミン C、レモン。レモンをめっちゃ飲んでて、そう、キレートレモンとか、なんか、疲労回復みたいな。あやこさんが3本ぐらい、玄関にかけてたのに、そうだね。あった。愛だね。うん、そうだ。あったね。そんなあったね。あれがなければもう乗り越えはられないよ。一、うん、人では無理。一人では乗り越えはられない。乗り越えはられない。いや、本当にみんながいたからできたって感じで。でもファンテストすごい人気だからね。嬉しいね。いや、ありがたい、ね。めっちゃ人気。ありがたき。ありがたい限りだ。ほんと、やってよかった。いや、でも、アフレコは大変だと思う、本当に。静かな中で一人で黙々とやってほんとね、ほんとね。テンションが。で、トーンがね、変わる。そうそう変わる、変わる。トーン変わるもん、ね。部屋変えても変わるんよね。そう、響き方が全然違うんだよね。だから、ね、回によって、あやこさんも結構、うん、あの、違うし、ゆったり喋ってる時と、うん、あ、なんか、今日急いでるみたいな。むずい。でも一発撮りって無理じゃん。絶対どこか直さないといけないからさ。一応ね、あの、図案の方はさ、いっぺんに撮るようにしてんの。だけど、やっぱり差し替えが出てくんじゃん。だから、あの頃思い出して、こうなんか、みたいな。よしみたいになるんだけどね。でも違うんだよね、やっぱね。いやー、あれは大変だったね。大変でしたね。ファンティストは大変さ。はい。じゃあ次、サナエさん。確定申告。大事です。いや、私の確定申告、そんな大変ですか？いや、じゃあ、あれは、
毎日毎月の積み重ねの年に1回の申告です。あ、じゃ毎月の積み重ねがっていうことよね。そうそうそう。で、ここで申告できて終わった。よし、また1年始まろうみたいな。あー、素晴らしい。一番仕事っぽい。ちゃんとしてる。業務。業務、業務、仕事、仕事。仕事してる。できる人。できる人。毎月まとめられる人できる人。サナエ様のおかげです。そう。すべてはサナエ様のおかげです。サナエ様です。今年も頑張りましょう。はい、ありがとうございます。私より、まあ、ボスが辛い生バトメ。そうだね。やっぱこれ、キンキン辛かったわ、これ。やっぱり、あれ、炎天下。言葉に出さなかったけど、きつかったよね。朝ね、朝5時ぐらいから、葉っぱ摘んでも暑いし、朝5時なのに暑いし、集まったらもっと暑いし、ずっと外にいさせちゃったし、もう後悔でしかない。いや、難しい。そういえばこれきつかったね。もう一回じゃん。これ、きつくなかった。きつかった。すごい灼熱の日だったんですよ。35度。35度で。ね、入れ上がるわ、喉かみたいな。素手だし、あれ、ミキサー動かんし、買ってくるし。買ってきて、動き始めるし。てんやわんやだった。てんやわんやだった、確かに。なんかこれ、大変だったなと思って。動けなかったもん、しばらく。最後、全身冷やすしね、ボス。全身クーリングみたいな。そうそう。これ、やっぱ辛かった。辛かった、確かに辛かった。思います。そうだね。うん。サナノンの図案で一番思い入れが強い模様は何？思い入れが強い図案とかじゃなくて模様？模様っていうか図案なんでもいい。サナノンのうん、サナノンの誰だ？じゃん。雪輪。え、雪輪ってこと？あ、雪輪って何？あれでしょ？雪輪の中になんか自分で好きな。そうそう、あれはさ、図案じゃないの？サナノン。いや、いいんじゃない？そういうことやったもんね。やったやった。1月につけたんだよ、なかったっけ？なんかつけたっけ？あ、つけた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 でしょ。一人20枚近く書いてたでしょ。書いたよね。で、自分たちで中もあれ一回お手本みたいな感じでさ、なんか、あれ中にしたんだっけか。文化祭にした。そうだよね。まとめたよ。うん、そうだそうだそうだ。何個か作ったよ。あやこさんがすごい雪輪の、製図方法についてすごいなんかやってたのも記憶にある。手で書いてたの。そう、あと多分手で書いたんだよね。初めてぐらいじゃない？自分で中にアレンジして、みたいな。ああ、ポーンってね、そういう。あの、雪輪のさ、ね、書いた図案の中にアレンジしてたよね。3つか4つか刺した記憶があって。刺したね。そう、雪輪自体すごい好きだったし、でもやっぱアレンジ大変だなっていう記憶が。確かに。アレンジまでは言ってないけどさ、なんか、伝統思いを入れたりとかが。人目指しした。そうそうそう。だなっていう記憶がございます。はい。今日もこれ、一目ろこかつ。一番最初の。第一な感じ。第一ね。あのもうさ。模様決まってないんだよな。こんなちっちゃい線をさ、全部パワポでさ、全部作ってったっていうあれね。そうね。作れたけど、みたいな。すごいよね。もう重いでしょ。根性。そう。動かないの、パソコンが。へぇ重すぎて。データ量重すぎて。なって。全然動かないけど、できたときよかったよね。かっこいいし。あの、微調整だね。ほら、そういうとこ気になるから、ちょっとでもずれたら、1個ずれたら全部ずれる。全部ずれるんだよね。コピペがちょっと。そう。コピペしたらなんとなくずれていくんだよ。やったって思いです。いやー、すごいわ。はい、それね。わかるわ。私も同じ理由で北海道。ああ初めての。北海道。いいよ。なんか初めてサナノンの図案ってね。私はね、この時ね、足を折ったって思った。そうだ！そうだ！その時か！そうだ！足を折った。差し越してたの、北海道。だから、すっごい思い入れがある。これはあるわ。こうしながら。そうだった、そのくらいだったね。そう。すごいね。北海道だから、すごい思い入れ。それは思い入れあるわ。痛みとともに。痛みとともにね。リハビリとともに出した北海道です。ね。うん。まあまあ。うん。です。
ださい。いや、ごめん。あの、選べないです。うん、手拭い。サイズ。手ぬぐいサイズの？の図案。あ、朝の葉のこのミュミュミュみたいなやつとか。うん。最近のやつ。あれか。最近の。うん。最近の。うん。なんか。対策で。本当に。大きいから。うん。かな？薄い？いいよ。コメント。サナノの宿題の中で大変だったことは？全部？コツールのアレンジ。あー、わー、同じです。ツル系。もつる系つる系あの、こいのぼりとかもそうだけど、あー、たくしとり、あれがおつる系なの。あー、じゃあ、アレンジ、アレンジしよう。じゃあ、私もアレンジそうだわ。アレンジしようがむずい。アレンジがむずい。確かにね。私はおつるはもう完成しないで放棄したから、あの、ただ放棄したのはおつるだけだと思う。あー、もうギブアップ。うん、ギブアップ。いや、あれはもう、だってね、布もなんか、お菓子、お菓子、お菓子だったね、あの試作のやつだったし、っていう。未だに完成しておりません。する気もありません。ありません。これ、ひとみ朝の葉。え？これじゃあ。宿題だったでしょ、今日。今日の宿題。うん。初なの。え、そうだったの？私、ひとみ朝の葉初なの。え、マジで？去年のあれの時さ、作ってなかった？え？あ、去年っていうか、あの、あれ、あれ、あれ、なんか、いろんなさ、あの、作ってた。え、初だと思ってる私は何？あれ、え？作ったよね。いっぱいさ、持っていくやつあったじゃん。モノビレッジかなんかにさ。あの、え、針山とか？針山とかの時に。私、ほら、ひとみ朝の葉当たってた？え、なんかみんな、みんなで、ひとみ朝の葉刺した。言ってた気がする。マジか。そうだっけ、ひとみ朝の葉だった。多分、みんな言った、刺して、なんか言ってた記憶はある。いや、わかんない。なんか、これで合ってる的な話してた記憶あるんだけど。なんか、動くんだけど、みたいな。多分、そう、苦手なんだわ、さ。うん。苦手。なんか、むずいよね。ひとみ、いや、わかんない。これの話題の後だから、かもしれないけど、プレッシャーが半端なかった。いや、これの後だから、何になったって大丈夫なんで。いやいやいや。いやいや。どこを短くしちゃダメだよ。こんなになるぞ。これお手本だから。うん。なんかさ、パパパパパパパっていつもやるじゃん。うわ。ああ。どこだっけ。何がどこだか、なんかカエルになるだけみたいな。カエル。いや。と思いながらやる。いや。トミヤさんの派です。ね。交互期待だね。交互期待の。あずさんじゃな。はい。これからやるエプロンです。いや、困ってる、困ってる。いや、もう本当に困ってて。困ってるね、困ってる。来月、6月の末までの。いやー、ほんと。え、もう取りかかってる？あ、もう、ほんとに。待ってる。私も。え、何を刺すんだ？珍しくエプロンちっちゃく畳まれてる。一応ね、洗濯してアイロンかけてくれるかなと思って。めっちゃちっちゃくて。あれなんだ、朝の葉？朝の葉。あれ、あれなの、図案。製図の動画を見て、そう、あの、自分で製図するんだ。そう、わかった。好きなところに困ってます。そう、自分で製図しなきゃいけないのに、アレンジっていうかね、自分の好きなように、どこに、エプロンでかいじゃん。でかい。わかる、それ。まっすぐ線引けないからね。そう。あれ、生地がこうなってるし。そう、そうだ、そうそうそう。そうそう。だから、だいぶ困ってます。わかる。結構、つらい、あれは。ハードル高めだよね。ね、上級者だわ。これできたら結構何でもできちゃう。いや、自分で製図書いてたのね。でも製図はもうあやこさん得意じゃん。もうだって。確かに。そうだ、お手の物だよ。だって私製図初めてだから。あの動画で分かるかどうか試してみ見て。どうして分かんなかった全然分かんない。どうする、アフレコ急に。マリナ、もっとちゃんと書きなさい。みたいな。アフレコ追加される。放棄するかも。そっかそっか、そうだ。サナノンでこれからやりたいこと、やってみたいこと。はい、温泉旅行。温泉旅行か。あ、そっか、仕事だと思ってたな。いや、ごめん、仕事。ごめん、6回。ってはないけど。ごめん、6回。あ、ごめん、ごめん、ごめん。5じゃなくて6だった。仕事としてはね、染色とかいろいろ。忘年会で温泉行こうじゃん。温泉行こうだね。いや、もうなんかさ、覚えてる？なんかさ、白塗りしてさ、もう年取ったら、みんなで湯に浸かって、全身タイツで、多分それ、パンティストの時、パンティストの時に、もうやるしかないよねって言ってた。白塗りでなんか、踊ろうみたいな感じ。そうそうそう。あの、なんか今から踊ろうみたいな。パック
くあるからみたいな。あ、そうそう、ね、今のりパターンあるね。そうだ、白塗りのね、ライン送ったんだもんね。そうだ、そうだ、そうだ。やるねっていう。修学旅行ですね。そう。修学旅行だ。修学旅行ですよ。修学旅行行きたい。やりたいです。修学旅行行きたい。やりたい。やりたいよね。行きたい。うん。似たような感じだけど、みんなでイベント出たい。いや、似てない、似てない。完全にね、完全に。オフだけど。慰安旅行みたいな感じ。うん。いいね。いいね。うん。楽しそう。どんなイベント？楽しいね。いや、普通に販売イベントとかさ。楽しいだろ。そこで温泉ってさ。あ、いいね。いいね。抱き合わせとかも楽しそうだよね。東京に行ってたやつをみんなで行ってみるとかさ。そうそうそう。あ、ごめん。やばい、かっこいい。やってたよね、小樽だっけ、なんだっけ、なんだっけ、あの、カズ、カズ。カズさんのとこ見に行って温泉ってね。いや、いいわ、いいわ。結局温泉。結局温泉。最後は温泉。全部抱き合わせできる。今のとこね、今明日さ、旅行のついでに染めてこよ。染めてイベント出店だわ。そうそう。抱き合わせできる。そうそう。ほんで、まず始めて。最後温泉。まず染めて、染めて、出して、出して、ちょっと色とかで、温泉。決まったね。決まった。いいね。目標ができたわ。うん。いいわ。っていう感じでまた。なんでこぼすの？なんでこぼすの？なんでこぼすの？っていう感じで、次会えるのもう冬かも。みんなで。つらでも私これからちょっと時間できるよ。本当？本当？って言ってさ、なかなか会えなかったりする。そうだよね、タイミング。合わないね。多分忙しいしね。だから、今度みんなまたやろう、みんなで。振り返って。忘年会じゃない人は。忘年会で。冬の前にもうちょっともうどっかで。どっかでやりたい。たまりすぎる。秋。